で、ママザイナです。みゆです。はい。今日は、はい、浅草に来ています。ここね、ちょうどね、プルタンさんと船から乗って、お台場まで行った。あ、そうなの？そう。え、そうなの？浴衣船乗ったの？そう、浴衣船貸し切り。今日はですね、はい、南湯でお昼のカフェデートに来ております、はい、嬉しい。ちょっと軽く食べて、まあ、この後もちょっと撮影があるので、はい、今日は、ね、女子会をしていこうかなと思いまして、はい、医師がいないから恋バナとかして、はいはい、雰囲気にこのランチを楽しみたいと。じゃあ頭回ってないもんで、昨日は遅かったからね、あのゆっくり減ってしまいまして、はい、まあランチしていくよって話です、はい、ということで早速やっていきます。今日はですね、うん、私はここに来る前に練習を偉い意外とね、投げれたんだけど、本当投げれたんだけど、コントロールが無理で、うん、距離はさ、届いたの？距離は届いた、うん、でもさ、わかんないけどさ、行ったことないし見たことないかわかんないんだけどさ、会場がバカ広いわけじゃん。めっちゃ広い。さ、なんかさ、すごい遠く感じるんだろうね、今届く距離が。いやもうね、今日で感じたもん。意外とも思ってた以上に遠かったわ。石原さとみさんの始球式のフォームがすごいかっこよかった。そうなの。そういうのがいいね、なんかこう、こういうやつね。夜も暑いし、朝も暑いし、もう行かなっちゃうよ。今日何度なんだろう。絶対30超えてるよ、これは。今日はね、32度です。でもこれからずっともう30度続く。真夏になったらさ、40度とかさ、45度とか去年あったもん。45度とかって普通にもうさ、ありえないじゃん。風呂より高い。今何度で入ってる？風呂43度。何度？48度。43、相場は40とか41度とかじゃない。汗かかないの、お風呂上がった後かく偉いもんね。そうだよね。じゃあ待ちます。日向ぼっこしてます。結構やりたいことあったんだわ。これめんどくさいと思うけど、うん、私からのギャル極意当ててみて、はい、マジでレナって AKB だよね。アイドルだね。違います。待って、あ、オッケー。明るいしバカだしキモいだよね。あ、ちょっと惜しいよ、惜しいよ、惜しいよ。明るいしバカだし AKB。 明るいし可愛いしバカだみたいな感じ。マジそんなすごいわ。ちょっとギャルだわ。見て見て、あと消えろバカ。ちょっと待って、これ使う方がいいよ。だって AKB くれたらさ、いい方につないでしょ。そうだよね。私はマジで最近ね、結構メンバーのこと考えるんだけど、やっぱメンバーのこと DS だわ。大好き。おー、すごい正解です。じゃあ次行きます。すっごいね、マジで。今の？違う、これは吐息。ありがとうございます。ギャル語終了。 OK、 来ました。よし、松浦蓮様です。次。それ何毎回？え、だからそれ毎回何？聞いて。あのね、誰だったっけ、プロターさんか誰かが何かやったんだよ、うんうん、嬉しかったのさ。嬉しかった。それコップ持ってたんだけど、うん、ああって思ったら言ってる。ルーね、あの乾杯とかね、声するじゃん、メンバーとか。昨日もそうだったんだけど、コラボで。お疲れ様でーす。乾杯。これこれやる。いや、やった方がいい。視聴者の人も一緒におるぐらいに乾杯。なんで下見せん。めちゃめちゃ上から行くやん。なんか昨日会ったのにすっごい愛おしく見えるルナが。かわいい。いやーやー、かわいいね、ルナ。どう、最近好きな人いんの？逆にいるの？いない。あのさ、疑ってくんない？本当はいるんでしょ、みゆちゃんって言ってくんない？さすがにいないよね。さすがに失礼なことだよ。この間ガガちゃんの結婚式に招待してもらったんだけど、はい、ほんと結婚願望上がるわ毎回。前もさ、サブカル話したけどさ、うん、結婚式いいよね。結婚式いいね。さ、一回その友達の結婚式行った時にさ、うん、想像したのよ、こうやって誰も横いてくれなかったの。その男性は想像つかなかったってこと？想像つく人早く出てほしい。今まで付き合った人の中でさ、結婚したいと思った人はいる？いたんだけど、その、いたんだよ、いたんだけど、想像つかなかったの。いざ結婚式行った時に、想像したら見えなかったの。何歳まで行ったんだっけ？今は27。今何歳？21。6年後？31。
の私さ二十歳になってから、はい、の男性の範囲が広まった感じがする、うん、なんか前まで本当に痩せてる人じゃなきゃ嫌だとか思ったけど全然痩せてなくてもいいかもとかヒゲめっちゃ嫌いだったけど気になってる範囲だとかっこよくないなんか変わるんだなと思ってタイプあってもスキンって全然違うもんあうん、まったね、うん、タイプはどういうタイプねごつい人だね座体がいいそう、座体が良くて歌うまい人あ歌うまい人かカラオケとか行ってさめっちゃ加点出そうとする歌い方する男の人嫌なんだけど、わかる、まあ、加点か、ね、例えばさ、なんかみたいな嫌だよね自分で行くでも帰りかしないでしょしないこれされたら絶対無理だわ誰でもっていう人にねなんかない付き合うの無理かもみたいな付き合うのもさあ、じゃあ出してうん負けた口開けてる落ちた昨日来ないで昨日息が止まってるもっと強まってるんだったら一回見てみよう昨日いつもじゃんじゃあいくよ車の時に片手運転するめっちゃこうやってやるやつ顔とハンドルの距離めっちゃ近いじゃあ曲がるときに一緒に首も曲がるやつこの距離なくて曲がるんだったら伊藤さんじゃないのあじゃあ分かったそれはちょっと盛りすぎた、はい、ルナが助手席乗ってましたでなんとかやんなみたいな聞いてるんだけどもう何ずっとこれあのもう集中しし、うん、全然いけるじゃあルナはね人を無理って思わすの大変かもじゃあありえそうなこと言ってないなるほどヒゲ、はい、生えてるんだけど海外で流行ってるヒゲの人いいいいのかよ全然好きなんだけどじゃあ一緒に歩いてて車道側歩かない全然いいあでも一回あったんだよねキュンってしたのだからそういうのあんまり気にしなかったんだけど、うん、男友達とかと女の友達とかみんないて今普通にこう歩いてたの自然にこっち危ないかこっちはいるなみたいなこうシャッとされた時になんじゃないだからそれはもうついてきた、まあ、確かに狙ってない感じはいいねそうそうそうはい、はい、ここで視聴者さんの疑問に私はみんなの代わりに質問してあげたいと思います、はい、いつも何人かとか言うんですけど実際本当に何人かなわけどっちが2みんなたちみんなフリーちゃんとみんなフリーだったあー何誘ってくんないわけおかしくない逆にさプライベートの友達おるじゃん国際の人とかさそこの友達にルナ入れてるえぇ、ー、いるよ全然入れてるいなんだよ狙わないって別にその用も狙わないよそれってさやっぱり仕事仲間っていうのがあるから嫌なのかそれとも私がもしかしたら男4人の誰かを狙うんじゃないそれはないな一緒の好きな人かぶりますよかぶってもちゃんと普通に行くの取られたら取られて自分が待ってるだけあそこは何もないけどじゃあギスと私誘ってよ嫌だねで見えちゃったらいいよギスとは嫌だねなんか恥ずかしいがあるでもちょっとわかる私もギス誘いたくないもんうん恥ずいよねそれこそ前に北海道行った時に飲み会でさ無理がいつもと違いすぎてちょっとキモかったのよ嫌じゃないんだけどメンバーのそういうところを見ちゃうっていうのがすごいなと思っちゃって自分も多分そう見えるんだろうなって思うと確かに呼びたくはないかもこの間コテージ行ったのよその2日後に札幌コレクションだったからあんまり正直飲みたくないと思ってでも頑張って飲んでたのそれで仲いい友達がてかみゆさ全然飲んでなくないみたいななんかお前も変わったなって言われたのねその瞬間私大号泣して飲んでるけど今日めっちゃ酒なんか強い日だからみたいな見てないから分かんないよねって叫び出して買い物出来上がってたその日ああ出来上がってたそっから多分ネジ外れたか分かんないけど死んだように踊り狂って寝たらしい私何も覚えてないんだけどだからもうやっぱ地元で恋愛感情になる人になって最近 TikTok でね万々歳のシンクロ集みたいな、あれ見るのめっちゃ好きなの。結構さ、ルナとミエちゃんでこの、ギス君とミエちゃんギスとルナはすごいマニアックなシンクロの仕方してた気がするうちらは割となんでとかやばいとかなんか嬉しいシンクロすると、うん、次行きたいとこ決めて終わろう今回カフェだったから割とルナミユの Vlog やってきてるじゃん、ね、どこ行きたいか決めて次ルナミユの動画を発表してからこの動画終わりにしようなるほどね、うん、行きたいとこか車ないのやばいね今から言おうとしたあの車免許取って確かにあはいマジどっちか運転できたらさ、うん、結構めっちゃ広がらない確かにみえちゃんが取って合格したらもう取りに行く何でその毒耳って嫌だ
じゃあ私免許取ったら湘南の方ドライブ行こう。じゃあ2人で取る予定はあるよ。マジで何回も言ってて本当にお前もうそろそろ取れよって思われてると思うんですけど、いつから言ってる？マジ2、3年言ってます、うん、けど本当に今年中には取ります。お、やっぱなんかちょっとフェアじゃないわ、私が先に取るの。じゃんけんで負けた方がもう今年中に免許を取って。運転するかな。いや免許取ったらするよ。無料カード強いから、ね、やめなやめな言ってたよ。車の人が無料カード強いから運転前なんて言っちゃいけないって言ってたよ。言ってたじゃん昨日も。あり大丈夫、また一回シミュレーションしろ。うん、違う違う、もう順番決めようや。パーダス、いや無理です、無理。パーダス、分かった分かった、パーダス、うん、待ってパーダス。いやでもチョキでも何でもいい、パーダス。最初はグーじゃんけんぽい。出してよかったんかい、パー出してよかったんかい。負けた方が7月に入荷しましょう。はい、行くよ。これもう言ったから約束ない。絶対約束。目つぶって。何も目つぶって。2個出そう。え、どういうこと？2個出して、うん、そのどっちかを出して。分かった。最初はグーじゃんけんしょ。あ、行きますよ。行くよ、せーの。オーマイガー。ということで、みゆちゃん7月から車の合宿免許じゃなくて通います。やべ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 、どうしよう。なんか7月が8、9、10、16、岸の誕生日もいけ。ちょっとマジで頑張りますわ。確かに本当行けって話だし、7月から行ったら10月には絶対獲得できてるから。お、絶対って言うな。落ちてたらどうするの。落ちても11月で。分かった。今年12は取る絶対。で、なそれバトンタッチで来年の7月に行ったりする。あ、 OKOKOK。ということで、はい、ちょっとシャーティーなカフェ探して、はい、いろいろ作りたいと思います。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、ボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。